どうも、スピーカーけんちゃんです。今回から、新しい企画にチャレンジしてみたいと思います。プアーな10センチフルレンジユニットを使って作った自作スピーカーを6種類集めてみました。大きさも比較的小型で、約4リットルから、大きくても15リットルぐらいまでの自作スピーカーで、これらを総当たり戦の、リーグ戦という形で比較視聴しまして、それを、ブラインドクイズ、聞き当てブラインドクイズという形で、展開してみたいと思います。エントリーする6種類のプアな10センチフルレンジユニットスピーカーを、自作スピーカーをご紹介していきたいと思います。1つ目が、フォステックスの P1000 というユニットを使って作っているスピーカーですけれども、このフォステックス P1000 は、今はもう、販売はされていなくて、ほぼ同じようなユニットで、フォステックス P1000K というユニットは、現行販売されているユニットです。このユニット P1000K が小泉無線さんで、1個2290円で販売されています。で、この P1000 を使って作った、私スピーカーけんちゃんコードで KB02 号と呼んでいるスピーカーのエンクロージャーが6リットルバスレフ型、バスレフダクトは背面ダクトになっています。これが材料が軽量ファル型材を使っています。で、バッフルだけは霧の集成材を使った自作スピーカーということになります。2つ目がユニットがビサトン FR10 というユニットで、これも小泉無線さんで1個2771円で販売されているユニットです。で、このユニットをつけているエンクロージャーが KH17D と呼んでいるエンクロージャーで、このエンクロージャーは、サイズとしては5リットルぐらいの、大変小型の、ダンプドバックロードホーンという形式をとっています。開口部は背面になっています。特徴としては、厚み19ミリある SPF 材を使っています。で、側板だけは厚み9ミリの MDF で挟んでいます。これが2つ目の、自作スピーカーです。3つ目は、ユニットが北日本音響の10センチフルレンジユニット F02710 です。これは宮人商店さんも、よくご紹介されているユニットですし、私も、何度もご紹介しているユニットなんですけれども、秋月電子さんで、330円で販売されていましたが、大変好評のうちに販売終了になったユニットだと思います。このユニットに合わせて専用設計した KK15 号というエンクロージャーに取り付けています。KK15 号は約1.2メートルの直間共鳴管型になりまして、QWT 型とも言いますけれども、特徴としては、大変薄い5.5ミリ厚の合板で作っています。ですので、ユニットも軽いんですけれど、箱も軽く作ってありまして、全体としても片手でも軽々と持ち上がるような、非常に軽量の箱ということになります。サイズ的に、計測すると15リットルクラスの箱の大きさにはなっていますけれども、共鳴管型なんで、ちょっと密閉とかバスレフの15リットルともちょっと違っていると思いますけれども、大きさの割には大変軽いです。4つ目は、秋月電子さんで今でも販売されている10センチフルレンジユニットで、型番は一応、DXYD1040 というふうに記載されているようです。で、これは、490円で現行販売されていまして、去年頃は1個350円だったと思ったんですけれど、今現在は490円になっているようですが、それでも十分安い特価のユニットだと思います。中国製のユニットだと思います。で、このユニットを取り付ける箱が、対象保温
の KH05R という、私が独自に研究している対象ホーンという形式で作った自作スピーカーということになりまして、材料は、9ミリ厚の合板で作っています。5つ目は NFJ さんで販売している、4インチ105ミリというふうに書いてあるユニットなんですけれど、まあ、10センチというか105ミリなんで、ちょっと一回りほど大きいユニットになります。黒いユニットで1個850円で販売されている現行のユニットです。でこのユニットを取り付けているエンクロージャーは KK11 号という、2つ折りになっている90センチの先細共鳴管型で作っています。材料は13ミリ厚のファル型と9ミリ厚の MDF を組み合わせて作っています。はい、それで6つ目のスピーカーが、同じく NFJ さんで、今度は白い高音質が特徴の4インチ10センチのフルレンジユニットで、1個340円という、かなり安いユニットになります。で、このユニットを取り付けている箱は、ホームセンター江南さんのオリジナル商品のようなんですけれど、江南パインボックスという小物入れを MDF 厚み 9mm の MDF で蓋をして、それからあと薄いベニヤ板の部分は若干補強を入れたりしたような形で作っている、簡単に作れる4リットルの密閉型の自作スピーカーです。このようにして、販売元とか、あとエンクロージャー形式とか、材料、材質とかもちょっとバリエーションに富んだ形で、プアエンド10センチフルレンジの自作スピーカーを、6個選んでみました。この6種類のプアな10センチの自作スピーカーを総当たり形式のリーグ戦で、比較視聴していきたいと思うんですけれども、今回第1回目ということで選んだ対戦相手がフォステックス P1000 の KB02 号と北日本音響10センチの KK15 号で第1回戦をやってみたいと思います。比較視聴でなおかつブラインドテスト形式でお送りしたいと思っています。能率の違うスピーカー同士の比較になっていきますので、あらかじめアンプ2台使ってボリュームで音量感を揃えてから一発撮りの形式で空気録音をしていきたいと思っています。で、今回のリーグ戦を通して使っていくつもりで選んだアンプがこの2つになりまして、BRZ Hi-Fi の TPA3116 というデジタルアンプと SMSL SA98、IC チップは TDA7498 のモデルなんですけれど、この2つで比較視聴していきたいと思います。 AC アダプターは同じ 24V で使っていきますので、実力的にはアンプの違いはあんまりないと思いますけれど、若干キャラクターは違っているかもしれません。で、私の独断と偏見でスピーカーと相性のいい方のアンプを選んでやっていきたいと思っています。で、今回はBRZ Hi-Fi の方のアンプはフォステックス P1000 の KB02、 それから SMSL の SA98 は北日本音響10センチの KK15 号で使用します。セッティングはこの形になります。左右のスピーカーの距離は同じになるように今回はセッティングしています。リーグ戦通してこのような形にしていきたいと思っています。マイクとスピーカーの距離は約 1.5 メートルで空気録音していきます。このセッティングで測定した周波数特性のグラフをご紹介しておきます。この測定はサインスイープを入力してアナライザーソフトでピークホールドで見た時の周波数特性のグラフということになります。ほぼ同じぐらいの再生帯域を持ったスピーカー同士かなという印象です。
それでは音楽の空気録音をしていきたいと思います。アンプで音量感は、ほぼ揃えています。それを一発撮りの形式で録音していきます。そして、空気録音は聞き当てブラインドクイズという形でお送りします。サンプル楽曲を4曲選んでいまして、1曲あたり約45秒にしています。1曲につき2回ずつ録音していきますが、先が A スピーカー、後が B スピーカーという形で、どちらが A か B かがなっていたかは、視聴後に申し上げます。はい、それでは空気録音を開始します。
はい、ご視聴お疲れ様でした。答えを申し上げておきます。先になっていた A が北日本音響10センチの KK15 号、後になっていた B がフォステックス P 線の KB02 ということになります。いかがだったでしょうか。私の個人的な感想も少しだけお話しさせていただきたいと思います。今回の2つの聴き比べは、まあ、ほぼ実力は白昼だったのかなという印象を持ちました。微妙な音色の違いはもちろんあったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、バランス感とか、まあ、それも両方ともよく整っていると思いましたし、まあ、私個人的にこの北日本音響10センチフルレンジユニットが、まあ、ここ最近で最も好きなユニットなんですけれども、この KK15 号はこの北日本音響10センチフルレンジの専用設計として作った、共鳴管の箱になります。で、この KB02 号ポステックス P 線をつけている KB02 号という箱は、私が12年ぐらい前に作ったバスレフ箱なんですけれども、まあ、6リットルバスレフ、まあ、背面開口ダクトの、バスレフ箱なんですけれども、軽いファルカタ材で作っています。でこの箱は、その当時作って、ものすごく気に入りまして、当時はユニットを東京高音質のユニットをつけていたんですけれども、このスピーカーでもう私自身十分満足してしまって、それからまあ5、6年か、まあ、もっと7年ぐらい、全然スピーカーを作らない期間がありました。まあ、そのぐらいこのスピーカーばっかりも聞いて満足していたんですけれど、この KB02 号と、まあ、ここ最近作った中では最もお気に入りの北日本音響10センチの KK15 号の聴き比べということになりましたんで、どちらも私の、作ったスピーカーの中で最も気に入っているスピーカー同士の比較ということに、いきなりなったんですけれども、やっぱりまあ聞いてみたら両方ともそれぞれいいなというふうに思いまして、こうおつつけがたいのかなというふうにちょっと私自身の、印象としては思っています。まあ、ボーカル域の線の細さはあっても透明感は北日本音響の方がいいし、潤いとか、なんていうのか、ぬくもりとか、まあ、そういった点ではフォステックス P 線の KB02 号の方が、ちょっと良かったのかなというふうには感想としては思っています。皆さんはどう感じられたでしょうか。ということで、プア10センチの総当たりリーグ戦の、第1弾として、まあ、いきなり、目玉の組み合わせみたいな形で私自身は、対戦相手を決めてやってしまったんですけれど、まあ、これからも、6種類のスピーカーを総当たりで比較していきたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それでは今日はこの辺で、どうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。